はい、タンタンです、本日はギブソンのコンパクトギターを、3本弾き比べしたいと思います。こちらはですね、まず1本目ギブソンの LGO 1967年頃の、モデルで、オールマホガニーのトップもマホガニーですね、のモデルで、ブレーシングがラダーブレーシングになっております。ネックはこんな感じで、ナローネックですね。はい、ちょっと弾いてみます。非常に素朴な音ですね。トップがやっぱりこちらはマホガニーの、まあ、オールマホガニーということで、結構、まあ、泥臭い感じの音、素朴でなんかこう味のあるサウンドっていうのが LGO の、 魅力かなと思います。そんなにこうラダーなんでね、抜けるようなこう音量とかもそんなに稼げてはないのかなと思うんですけども、非常に独特な、音が可愛らしくって、いいかなと思います。味わい深い一本ですね。こちらが LGO でございまして、2本目こちらですね。こちらがギブソンの LG1 ですね、のこちらのモデルでございます。1956年頃の、こちらですね、まあ、ブレーシングも LG1 で、ラダーブレーシングということで、先ほどのものと、まあ、ブレーシングパターンは一緒なんですけども、トップがスプルーストップということで、音の伸びも全然違います。こんな感じの、非常に先ほどのに比べると音の伸びが良くて、音量も出る印象があります。やっぱりこの辺の違いは、モデルの違いかなと思いまして、こちらネックはこういう感じのちょっと、丸めのネックなんですけども、ナットも43ミリほどなんで、ちょっとこう先ほどのよりも太めかなと思いまして、しっかり握れる感じですね。コンディションとしても非常にこちらは綺麗ですね。こんな感じの一本でございます。こちらはうちの、店長の方がアメリカのアーリントンの方で聞いた買い付けをした一本となっております。LG1 でございます。そして
こちらが B の25ですね、1968年頃の B の25のナチュラルということで、こんな感じですね、はい、こちらのこの沿道のところだけちょっとタッチアップしているような感じで、あとはですね、まあ、ウェザーチェックが全体的にたくさん入ってますので、非常にかっこいいルックスになってます。これはXブレーシングでございます。感じの B の25の、まあ、やっぱりエクスプレーシング のトップスプルースということで、コンパクトギターながら音量は結構出ますし、バランスも他に比べても比較的いいのかなと思います。やっぱり独特なこうオールマホの LGO とかそのあたりのこう個性というのが非常に強いものもありますし、バランスもやっぱりラダーから X のこういう個体ね比べてみると音の違いっていうのも出てくるので、このあたりもまあ好みでお選びいただければなと思っております。そんな感じで本日は、ギブソンのコンパクトボディを持った3本ですね、好きな方たくさんいると思いますので、ぜひこんな感じで弾き比べさせていただきましたので、お好きな1本を選んでいただければなと思っております。それではタンタンでした。